ロバート・ギロームはアメリカ合衆国の俳優である。1927年、ミズーリ州セントルイス生まれ。高校卒業後はセントルイス大学とワシントン大学で学び、役者になる前まではアメリカ陸軍へ従軍していた。舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、1961年にクワミーナでブロードウェイデビュー。以来、 様々なミュージカルや舞台などで経験を積み、1977年にはガイズドールズへの出演でトニー賞にノミネートされた。1960年代中盤にテレビ映画でテレビデビューを果たし、舞台以外の分野での活動でも人気を博した。数ある出演作の中でも特に議論のキャリアで、 知られているのは1979年から1986年まで出演したコメディテレビシリーズミスター・ベンソンへの出演。同ドラマではタイトルロールでもある主人公、ベンソン・デュ・ボイスを演じてお茶の間の人気者になった。同ドラマでゴールデングローブ賞にノミネートされたほか、1985年そして別の出演作。 ソープで1979年にそれぞれエミー賞を獲得している。それ以降もコンスタントに出演作を増やしており、70代を超えた後もティム・バートン監督のビッグ・フィッシュなどへ出演して健在ぶりを見せた。1955年の最初の結婚で虹を設けている。1984年に二人は離婚しているが、1986年に プロデューサーのドンナ・ブラウン・ギオームと再婚し、一時を儲けた。そのうちの息子は1990年にエイズで他界している。ありがとうございます。